はい、えー、こんにちは。即課塾の久保です。えー、今回ですね、なかなか興味深い記事が出ておりました。うん、やっぱ国会議員ってのは国民の声を反映した仕事をするべきだと思うんですよね。自分勝手な理屈とか、自分からの視点だけで全てを判断したりとか、ましてはですね、自分の私利私欲ですとか、まあ誰かに対する忖度で仕事をするべきではないかなと思います。で、今回ですね、 給付金、特別定額給付金ですよね。まあ国民全員一律というものがありますけども、これに対してですね、麻生さんはなんかこう、全然国民の声を聞いてくれないっていうかね、うん、反映してくれてないですよね。たかだか、言ってみれば一人当たり10万円ですよ。それで国民の暮らしが、うん、まあ何もかもね、解決するわけではないですよ。しかも取り上げる税金はもうめちゃくちゃ 高いわけですよ、ね、うん所得の4割とか持ってかれてんじゃないですかね人によっては5割以上とかねまあその中で給付金が全く出ないそして国民やそれに対して希望も失って国家に対してですねもう国の代表者に対して信頼も失ってしまっているともうバカバカしくって緊急事態宣言なんて今はもう茶番じゃないですか今緊急事態宣言の真っ最中ですよ誰がそれに従ってるんですかねもう完全に国の支持を 聞かなくなってしまって、しまいにはこれね、納税の義務すら意図的に果たさない集団が出てくる、そんな動きもあるわけですよね。じゃあそんな混乱を招いた責任は誰にあるかっていうと、一人に私はね、麻生財務大臣一人に責任があると思いますよ。ここまで嫌われてる財務大臣はなかなか珍しいと思いますよね。しかも、まあ財政論っていうのはもうバレてきてるわけですよ。うん。だから給付金とかね、補助金とか今回かなり財政出動しましたけども、これをね、 あともうちょっとしたら税金で取り戻そうみたいなのは全く意味がないと。消費税を15%にしようとか20%にしようみたいな議論がありますけども、あのそもそも財政出動したその国債の残高っていうのを償還しなければならないっていうところがもうね、意味がないってことがバレてるわけですよね、多くの人に。皆さんもご存知ですよね。国債って別に我々が返さないといけない一人当たり900万みたいな借金じゃないですからね。もう900万の借金どころか10万円ももらってねえよって話じゃないですか。 そしてまさにですね、国が借金をしてしまった財政が立ち行かないという、もうこういう現象があるとしたら、それは私たちの責任ではなくて、政策を決めた麻生財務大臣はじめ、あの、お前たちのせいだろうっていう意味ですよね。要するにね、船が沈没するのは船長のせいなんですよ。で私たちは乗客ですからね、安全に航海を終えてもらう、そういう必要があるわけですよね。 要するに後悔を終えるっていうのは楽しく面白く安全に快適に人生を終えるっていうまあそういうふうなね私たちはあの期待をしてるわけですよところがどうですかね人生の途中で船から飛び降りて死んでしまいたくなるようなで実際そんなことしてる人が続出してる中でまあノ々とこうやって生きてるわけですね今回この記事にはそういう怒りも込められてるんではないかと思いますはいもう一回タイトル読みますよ給付金出さないなら麻生さんも辞任してがツイッタートレンド 民意に応答できないなら引退するべき。その通りですよね。森会長も引退しましたよ。うん。やっぱそれにならないと。麻生財務大臣ね。給付金出さないならもう辞任してくださいと。あなたがいる限り死者は増えるばかりですよ。国内で。これ本当にオーバーじゃなくて、この間違った金融財政論のおかげで死者が増えてるわけですよ。戦争もないのに。 でこれ他国に対してのインセンティブも全然取れなくなってきてるわけですよ何でこんなことになっちゃうんですかねはいちょっとねツイッターのコメントを読んでみましょうかあなた方がきちんと仕事してくれないので弱者がより弱者になるし人一人の生活良くならないなのでもう辞任してくださいこの通りですよね私たちの暮らしが苦しいのは私たち自身のせいではないです自己責任ではないです完全に、うん、この制度設計の責任です ま、こんな人たちの言うことを聞かないといけないっていうことでね、もう悔しいことこの上ないですよね。もう死んでも死にきれないですよ。で、ここにもありますよね。真ん中の方に。10万円の特別定額給付金再支給。ついに自民党国会議員73名が緊急提言と。遅いよって話ですよ。もう、自民党はね、やっぱりね、言ってくれるのはいいんですよ、提言するのは。ただパフォーマンスに見えてしょうがないですよね。俺たちもいいことしてるんですよ、っていうので、結局肝心なところまで食い込まないわけですよ。 公明党もそうですすけどねちちょっっと文句ばっかり出ちゃいますよそれはねやっぱりこう私たち暮らしと命がかかってますから国会議員の方は10万円があろうがなかろうが変わらないでしょうけどもその10万円で1ヶ月暮らす人がいるんだってことですよねはいえー、い参院予算委員会では定額給付金の支給を訴えてました給付金が最も効果的と考える理由は何でしょうかまずは現金が直接早く確実に一人一人の手元に届くということです 仮に低所得者層に絞って給付しようとなった場合、どこを基準にするのか、そうですよね。誰を低所得者とするのかってことですよね。チェックを誰がするのか、うん。これ人材募集もいりますよね。どういうプロセスを踏むのか、こういうことも決めなければなりません。という問題があり、手続きが煩雑になるほど時間がかかります。昨年の一日支給でさえ2ヶ月半ぐらいかかっていたことを考えると、要件のチェックをしていなくていいというのが圧倒的な強みです。 貯金に回るだけといった批判的な見方もありますが、これ麻生財務大臣一人がこんなと言ってるんですよ。一方で、お米が買えましたという意見もあるわけです。必要としている人に届けるべきというのは理想ですが、今はできる仕組みがありません。要件を厳しくしたり、申請書類を多くしたりすると、かえって必要な人に届かなくなってしまいますと。あのね、やっぱり、あの、哲学とか、もうこれはね、道徳になりますけども、あの、中には不正とかあると思いますよ。でも、 何人かの方が不正をするにしても何百人が不正をしてもねたった一人の命が救われたらもう十分お釣りくると思うんですよどうですかねそれよりもね不正を恐れて何十人もの人が死んでしまうのを雑して見ているっていうのはどんな判断基準なんですかねうん私はねそのお金ってものが人の生命を決めるべきではないと思いますけども実際に お金のあるなしは人の希望や未来とか生命に関わってきてますからね。まあ、ですんで、私は自分の体験をね、通じてですね、自分は金がなくったってやってきたんだから、もう、他の人もそうできるはずだっていうふうに押し付けるつもりは全くありません。何が苦しいか、何に希望を見出すか、これね、個人個人みんな違うんですよ。だから、麻生さんみたいにね、綺麗な景色しか見てこなかった人生を歩んでいる人、しかも、 八十何歳ですか八十歳でしょもう人生逃げ切り世てないわけですよ。これからどんなことがあってもうーん、もうやっていけるわけですよね。でもね、まだね、道半ば、40代、50代、家族を抱えて、愛する人を抱えて、守ってあげれない、このね、時代に、やっぱり救いの手を差し伸べるのが国の役割でしょう。そのために国の代表をしてると思うんですよ。最後にこの記事読ませていただきます。緊急時は政治判断によって、 命を救うことも失うこともできると強調してきたが財務省の政治判断の愚鈍さ鈍感さによってどれほど市民が苦痛を強いているか想像することは容易であるもう市民庶民の声を聞く意思がないなら潔く引退するべきではないかと思う新型コロナ禍を契機として特権階級だけの貴族政治の終焉を迎えるべきであるということですよねいい記事書いてくれてるじゃないですかまさに私も 大いにこの通りだと思いますけどもね、皆さんはどのようにお感じでしょうか。えー、それではね、本日は以上です。